天下人の信長、秀吉、家康のイメージは大した根拠のないものだった。従来の三英雄のイメージ、天下人となった三英雄とは、尾張、三河が生んだ織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三武将のことです。ほぼ同じ時代に生きてそれぞれの人生を全うしたのだから、偶然とはいえ驚きである。この三人の性格を示すものとして、先の三つの教区が知られている。1. 泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギス信長。泣かずとも泣かせてみしょう、ホトトギス秀吉。泣かぬなら泣くまで待とう、ホトトギス家康。皆さんはどれも三英雄の性格を表す教区としてよく知られたものである。この教区は19世紀半ばに成立した孔子夜話に示されたもので、著者は肥前の国平戸藩主の松浦青山である。つまり三英雄が活躍した時代から約240年後を経過しているのだ。それぞれのイメージ、信長の教区は信長が非常に短気でかつ残酷な性格を言い表している。確かに信長は歯向かう者がいたらバッサリと物言わず攻め滅ぼした。秀吉の教区はずる賢いかつ知恵者のイメージを見事に表現しており、創意工夫で立身出世したイメージにぴったりである。備中高松城の水攻め、三木城の兵糧攻め、そして鳥取城の兵糧攻めはその一つであろう。家康の教区は苦労人でまた人を愛する辛抱強い印象を表現した。家康は幼い頃から人質生活を送り、信長秀吉に仕えた後、彼らの守護は見事に天下人の座を射止めた。歪められたイメージとはいえ、三つの教区が三英雄の性格を見事に言い表したというのではなく、あくまで一説に基づく印象に過ぎません。実際三英雄の性格を見ると、必ずしもイメージは少し違ったところもあって、それがとは言えない。信長は短気ですぐに逆上しやすい面もあったかもしれないが、辛抱強い側面もあった。例えば荒木村重が謀反を起こした際は理由を尋ねたし、本願寺が和睦を申し入れると応じることもあった。つまり信長が短気というのは一面に過ぎないのであります。秀吉は知恵者で創意工夫を凝らす印象があるが、実際は信長以上に切れやすく残虐な一面もあった。小田原北条氏が弁明の使者を送ってきても一切聞く耳も持たず討伐を遂行した。文禄慶長の役では味方の士気が低下していたので現地の武将が撤退を進言したが、逆切れて撤退を認めなかったほどだ。家康は信長秀吉が先に死んだので棚からぼた餅で天下を手に入れたように思われがちだが、決して偶然ではなかった。信長秀吉の配下だった頃から着々と緻密に権力基盤を固め、ナンバー2の地位を揺るぎないものにしていた。その布石があったからだ。江戸時代になると歪んだ形で三英雄のイメージが巷に拡散した。教区はその印象を基づいて作られたことでしょう。三英雄の実際は複雑なので決して単純化できないのであります。まとめとして、この三武将はそれぞれの立場で生きていきましたし、またそれぞれの大きな後追いし、配下の者、そして
際立つ軍師がいました。そして何より運とタイミングとチャンスを逃さずものにしたことであったと歴史します。信長、秀吉、家康の三武将はそれぞれの合戦の度に力をつけていき、それぞれの形で大きく注目された三大英雄であります。そしてそれぞれの形で注目を浴びたがゆえに寂しい人生を送った者もおりました。そしてこれを配信するにあたりかなりの逸説もたくさんありますが、これがまあそこまで外れていない逸説は逸説ですがものと私は感じて、また書物も読み取りこれを配信することになりました。皆さんも少し歴史を読むたびにこの三武将がどういう性格でありどういう人物像であったかということを知っていただきたく存じます。では最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次回に。